様が言うには京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃ天使様も召し上がっておられる。町場の方へ向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。今のは何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます。ヒロキ殿、あなた様は何で言ったら分かるんだ。ございます。これは売り物じゃねえ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ。拙者は、あ、愛子殿はソロ。お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの肉。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ間違いねえ。僕が森の中にいんのさ。ああそうさ、あの世の入り口も湖が早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここで何をしておる。盗っ人どもが。取れたての梅愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし持っていきな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。けどけ、足の番じゃん。勝負ごと怪我はありませぬか。いや、なんでねえです。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です。ヒロキ殿、それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。起きて助けてやってくれ。誰か行けませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。やる喜んで。こいつらは一体何が望む。諦めな。救いようのねえ俺のことが。願いでござりまする。おじぎょう。かたじけねえ。かたじけねえ。この向こう水なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。負け犬が。うせろクズが。うっ。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。色木様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。これで最後じゃ。止めろ。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろしかったのだが。相方が無事であればよいが。腕が
なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。こっちに負けば。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。先生の行いか。社の中にな。死ね。命乞いするなら今だ。されど先生はご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすればたなか、年葉もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう。何の修練も積んでおらん。わっぱを切ろうとは
武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。